スリーガイタイムスの高橋です。今日はスタジオを離れ BSB サテライトオフィスにやってきています。今日なぜ私がここにいるかと言いますと、ファクトリーギア代表の高野倉会長と、日本で唯一ナショナルゼッケン70番を持つフラットトラックレーサー、世界で活躍するスライドキングマサさんこと大森正俊選手とツーリングをするということの情報をファクトリーギアタイムズで聞き入れましたんで、そちらのツーリングの状況など私今日取材させていただきたいと思います。 VTR どうぞ。おはようございます。今年もイチゴ狩りやることになりまして、今回スペシャルゲストとしてマサさん。おはようございます。あれでしょ、滑りながらイチゴ狩りするでしょ。あ、いいですね。で、去年事故が起こった時に助けてくれた秋山くんが今年も来てくれる。去年の経験からもう盛りだくさんで用意してあってで、あと、まあ、秋山くんとこのスタッフの辛坊くんよろしくお願いします。来てくれまして、はい、今年も行くよっていうことでね、まあ、ここに来るまで、だいたいみんな2時間以上走ってるんですよ。でね、すでに事故が起こりました。マジですか。で僕しかも今年どうしよう、セーフティーシューズ入ってきたんですよ。そしたらセーフティーシューズここが熱いので、はい、ここ引っかかっちゃって、あ、シフトペダルのところ、そうそう、抜けなくなっちゃって、それで立ちこけしちゃったんですよ。マジですか。挟まって抜けないから肘から落ちたんですよ、ね、肘から。今日フィフティシックス、ね、中野さんのところで買ったんですよ、シーズン前に。そしたら、プロテクターあって、あ、肘守ってくれた、ありがとう。もうめっちゃ大事ですよ、それ。フィフティシックスだね、中野さん、ありがとうございました。っていうか折れたって、これほら、これ、はい、マーサさんが、はい、ゴジラでつける、はい、初めてつけますよ。初めてやった。これちょっと試してみましょうよ。やってみましょう。だって瞬間接着剤でこれつけられるとなったら、はい、車載に持っといた方がいいよって分かりますよ、はい、ということでつけてみたい。やってみましょう、はい、これでくっついて走れたらまあまあすごいと思う、うん、結構あれですね、粘ってる、粘ってるね、こんな感じ。これでテープ巻いてみようか。あ、RB バッグに入ってるよ。でも、ビニールテープでつけといてどうなるかって。よし。これで応急処置と。でもなんかもうすでに硬化してる？硬化してきてそうな感じしますよね。で、これで一回走ってみよう、今日。そうっすね。で、今日、僕ね、こちら、RB バッグ、 RB バッグ3セット用意したんですけど、これ3つの車載機能に、バイクの車載機能に応じたセットでもあるんですね、はい。まあ、例えばたくさんシートの隙間がありますよっていうのはこういう大きなバッグに来てもらってもいいですし、隙間がないですよって言った場合はこういったもので、はい、あの簡易的にできたりするんですね、はい。袋も箱を持ってるよみたいな感じの方はこう選べるんですけど、これも入ってるの何、これちょっとこれがふざけてない、これ、これ実は新製品の、新製品、新製品、はい、これいいじゃない、これいいじゃない。じゃあ今回はここ来るまでに事故あったけど、この後イチゴ狩りの間にもまたあるかもしれない。これはね、ちょっと持ってってもらいたいんですよ。はい。あの、安全のために。安全のために。はい、ですゴリラも持ってこう、これ。これもまたさ、ちょうどなんかあるかもしれない。はい。で、これ風呂敷みたいにくるめるんですよね。あ、それくるんでみてください。これでシートの下に入っちゃうんですよ。狭いシートの中でも入っちゃう。僕の KTM だとこれの状態でしか入ってない。当たってるね。戻しといた方がいいかな。戻したら逆にまた引っかかっちゃう。そうだね。クラッチ的これ、あ、握ってたね。これ積んでた方がいいね、ゴリラとこのテープね。すごいね、マジで。これあった方がいい。あった方がいい。あった方がいい。じゃあ行こうか。行きましょう。じゃあ皆さん、いちご食べ放題なんで。はい。はい。はい。去年来ました。去年覚えてくれたんですか。はい。同じここで撮ってませんね。そうそうそう。じゃあ記念写真撮りましょう。はい。携帯覚えて。じゃあ記念写真撮りましょう。マサさんとイチゴめちゃめちゃ合いますね。でマサさん、これであれですよ。もう今年2024年世界戦ね。そう、あ、決まったんですよ。世界戦決まりました。7月からフル参戦で。今年どこでやるんですか。今年はイタリア、フランス、ドイツ、うん、ヨーロッパで、ね、でイタリアのチームで走る、うん、世界転戦の人が入る千葉で一応、はい、食ってますけど、ヨーロッパで戦うそうですよ。
いやー来ましたね。来たね。目を問いは。はい。いい天気だし。最高線。食べたし。いちご食べましたね。まあ塩が来てるけど、ちょうどあのあそこが砂浜になってる。あそこがすごい綺麗。白い砂で。たまりますね。今日です。今日。もうなんか秘境だよ。これ。たどり着かなかったらどうしよう。なんか違う、全然たどり着かなかった。すごいね。てか絶景だよ。本当ね。これ海が今日色がすごい綺麗だ。いや良かった。とにかくね、無事に I'll be back してきたと、はい、で I'll be back 使うことなく、うん、今年は I'll be back。 でもね、ほんとね、 I'll be back は結構いっぱい入ってるセットから、うん、シンプルなセットまでいろいろありまして、はい、あとさらにこの中からさ、あのどうしても必要なものだけを取って、はい、ピュッて入れとくっていう作戦があると、はい、ということで、このバイクがさ、ど、はい、普通どこに乗せたの、これこれシートの裏に、おお、これですよ、 I'll be backこれだったら入る、ね、あすごい、このだけのスペースのところに合わせて、はい、これね、こういう感じね、そうです、これ入るな。でもこれけ、まあ、これぺったんこだからさ、大して入ってないかと思ったらさ、結構入ってんだ、ね、あすごい、こんだけ入ってんだ、はい、SOS 持ってんじゃん。そうそうそう、ね、さっき携帯入んなかったところに、そうだ、携帯入んないところでこんなところでもうダメですよねってマサさん言ってたのに、これ出してそんな時に I'll be back ってやればよかったのに。これすごいですね、この隙間に入れられるっていうのを僕気に入っちゃって、僕はこのパターンですね。じゃあ増田さん、僕ね、はい、行く時に直さないで行っちゃったんだけど、これでも行けます。まあ直せる、直せます。傷ついたりするの嫌だから、アイルビーバッグのこのセットの中にこれが入ってるのね。一番あのバリエーション豊富なやつの中にこのビニールテープが入ってるんで、これ巻いてやるっていうのは結構昔ながらの、はい、お父さんたちがやる作戦を使って、ミッションペダルが曲がっちゃうの普通だから、そういう時にこれをね、こうやってこうギザギザのところに巻くわけよ。でそうするとここはソフトになるから、多少力入れて締めても大丈夫なんで、こういう使い方するのね。ここあれと一緒ですね、プライヤーレンチ。そうそう、プライヤーレンチ、プライヤーレンチはあの持ってればいいんだけど、うん、プライヤーレンチはあの全然ギザギザがないから、うん、なんかグッと加えるのとはちょっと違うので、これを積んどくんだけど、こういう風にやると傷がつきづらくなるんで、ちょっとやってみましょうか。ちょっとこれでやってみましょう。はい、このコンビネーションプライヤーでこの曲がり直せるかってやつです。今これ当たってますからね、ケース。これでいけるか。これでちょっとやってみましょう。もうちょいですね。さっきまで当たったのが、うんうん、当たらなくなった。いろいろ使えると。使えますね。コンビネーションプライヤー。はい。でやっぱここが細いから細かいところも入りますよね。いざという時。ああ、こうね。こういうのもできるし、うん。例えばこういうところ、こういうところもこう加えやすいですよね。薄いんでこれは。この部分が。あと応急処置のゴリラ＆ビニールテープも一応変えるまで。はい、持ってくれました。マジで本当に持ってないとダメだ、ね、うん、よね。これだけでも絶対違うもん。あ、でも結構プラプラかと思って全然、ね、そうそう、全然プラプラじゃない。今日は本当に I'll be back できてよかったですね。これからシーズンなんでツーリング、はい、本当ね、まさか本当に自分が立ちこけすると思わなかったもん。まあ事故なくてよかったけど、これ適度なアクシデントでよかったね、本当ね。そうですよ、うん、いやでも本当ね、持ってないと、そうですね、行かないなって今回も本当思いました。はい、はい、それでは必ず今日のツーリングお家に安全に帰ってくださいね。せーの、 I'll be back。 そうだ。